実際にその、まあ、国際交流、異文化交流というと、どうしてもその海外での仕事をイメージする方、まあ、特に高校生はみんな、いずれは海外で仕事をしたいという気持ちを持っている方が多いと思うんですね。ただやはりその異文化交流において、一番私が身になったと思うのは、相手の立場に立ってものを考えるという習慣だと思います。東京消防庁という仕事は1300万人の都民を相手にする仕事です。私もその現場にいた時には、いろいろな災害現場に行きましたけれども、やはりいろいろな人がいるんですね。で、そういった人たちの側に立ってどれだけものを考えられるかということで、仕事の質っていうのは大きく変わってくると思ってます。ですので、そういう意味で、同じ日本人であっても、やはりバックグラウンドや立ち位置が違えば、ものの考え方は違います。ただそういった相手の立場に立ってものを考えるという習慣がついてるからこそ、今の仕事にもすごく生きてるんではないかなというふうには思います。